ハローアースノイド。アスランって基本的には善人だけど、に対する、ネットの反応をお送りするよ。お前ほんと、こいつマジ。端的に言ってクズの部類に入る。クズではないが厄介としか言いようがない。ダメ押しでもう一回超える必要あった？彼なりのエールだぞ。こいつはこういうことする。多分アスランはシンのことめっちゃ好き。シンもアスランのことは好きだと思うよ。議長はシンとアスランのスペックを活かせてなかったように思えたけど、この面白コンビを見たかっただけなのではないだろうか。嫌なやつではないが、いやちょっと、ってなるのがアスランだと思ってる。そりゃシンもイライラするわ。こんなんだから殴りかかられるんだ。反骨心高い相手への無自覚煽りがひどい。ただ本人はその反骨心あるやつ気に入って、絡みに行くのがさらに厄介すぎる。2位かに7しがないところが実にアスラン。普通のキャラなら大体3位くらいになってお前は俺を超えようとしてるけど、お前はもう俺と同じラインなんだぜ感を出すけど、この漫画はアスランなので。本人になんら悪意や害意がない行動なのがなおのこといけない。これに悪意がないあたり実にコズミックエラ。安物コーディの割に頑張ってるところを高級コーディが分からせる。こういうのこの世界で頻発してそうだよね。アスランの解像度が高すぎる。これは監修入ってるレベル。アスランってこういうやつだよねっていう認識がほとんどの人の間でほぼ同一なの地味にすごいと思う。そういや当時めちゃくちゃ評価高かったよな漫画版。こんな面白いシーンあったのか。俺が本当のアスランを見せてやる。本当に一番面白いアスランを出ししてくるのさすがだ。真の頑張りを見て嬉しくなったからハイスコア更新するね。その流れで新記録出しちゃう。さらっと超えてくるな。スコア更新してるところで笑った。途中まで良かったのに。さっくりスコア超えてくるのは、さすがアスランってなるのと同時にそういうとこやぞ、ともなる。せめて超えられてから更新しろ。そもそも超えられてないのにさらにダメ押しするのが実にアスラン。75万と77万のスコアで進学やしがりながらもあともう少しってなってるのは想像に難くない。壁は高い方が良いとされる。目標は高い方がいいだろうというアスランなりの善意なのはわかるのが余計ムカつく。相手の努力をかすませるのは本当に嫌われるやつ。この少ない描写で大爆笑させられた。マジうまいと思う。この漫画ってこんなにアスランの解像度高いんだ。こういう人たまにリアルでもいるわ。ただシード世界でこの場面でわざと負けてあげるキャラは思い浮かばない。他者より上。アムロだってシャアだってシミュレータのスコアでカミーユが追いついてきたら同じことすると思うんだ。カミーユはスコア気にしないんじゃないかな。スコアというか訓練で負けたらめっちゃ悔しがってたし負けず嫌いじゃないか。その人たちは追いついてきてからもう一回追い越すとかじゃないかな。ついでにこういう風にやるとスコア伸びるぞって常人には無茶なアドバイス付きで。アムロはシミュレータの範囲以外で無茶苦茶ができるタイプだと思う。アムロ殺意がないなこれ。それはそれとして座ったからにはスコアを更新する。これが部下の育成に悩んでるやつのやることか。アスランは人に教えるのは絶望的に下手そう。教えるのはうまいぞ。順将を育てたのは実質アスランだ。わからないですって言ってきたら本当にできるまでずっと付きっきりで見てくれるだろうしな。教えるのはうまいと思う。やる気を出させたり怒りをなだめるのが致命的に下手。教えるのはうまいけどそれをなぜできないかは理解できないタイプ。順将にも小学生時代これやってるからな。順将が頑張ってものづくりしてるの見て次の日学校により完璧で完成度高い同じやつ作って持ってきた。この後一声かければくっそー、絶対買ってやる、って奮起するだろうけど、放置したままだとあの野郎バカにしやがって、ってなりそう。こっそりハイスコアだけ更新していくのがアスラン。直接教えに来てくれるのがハイね。キラなら更新した後本人にシン、まだまだ負けないよって微笑むように言う。アスランはあいつも頑張ってるなの部分は本人相手に出力しない。もっと高い目標に向かって努力できるようにハイスコアは更新しておく。結果シンアスカは猛犬とかした。一言多い上に言葉も足りない。ニコルとかよくアスランと友達できてたな。実際はメイリンみたいにいい性格してたのかもしれない。ブリッツ乗りこなせてた奴が聖人君子なわけねえんだ。でもシンちゃんこういうの見たらやる気出すタイプだと思うし。これでシンがやる気出すか出さないかで言えば出すのも事実。
やる気は出るけどキレもする。でも目指す相手がいたから強くなれたのは多分本当だから立ちが悪い。これがゲーセンとかで誰かわからないならともかく、ミネルヴァ内の訓練シミュレーターだから4人しか使わないので名無しなんかすぐ誰かわかるからな。わかった、俺このゲームのコツわかった。次行ける。あとちょっとで俺が1位だ。明日頑張るぞ。あれ？もしかしてレイ？レイはレイって入れるだろう。しんちゃんは犬猫並みに一度飼ったら序列が自分の方が上？って考えてくるのでしっかりしつける必要があるけどな。追いつこうと頑張ってる部下に葉っぱかけるつもりで周回さつけるのはちょっと。これでもまだ全然本気出してなさそう。これでいてアスラン自身すげえ負けず嫌いだから更新されたら更新し返してくるぞ。新外1位になったら多分900万点台出してくるタイプだな。2位と3位の差より1位と2位の差の方があるのか。今日のアスランより明日のアスランの方が強いということだ。ベスト更新しつつ真の前で悪気なく感が戻ってきたなとかいうやつ。真は俺よりいずれ強くなるってアスランは言ってるからその時それよりも強い自分がいる可能性には言及しない。アキレスとカメですね。名前未入力なのもムカつく。名前入れなくても誰かわかるのがさらにムカつくな。ナナシがさらに神経を逆なでそう。誰がやってるか一目でわかる分さらに。だったら名前入れて煽ろうぜ。というか軍のシミュレーターなのになんでゲーセンみたいな名前入力式なんだよ。一応ザフトは有志による民兵的な体なので軍隊感を出しすぎないようにですね。新アスカはゲーム廃人とかした。アスランとゲームでもなんでもスコアが出ることやりたくねえな。マイクラとかならいやあんまりやりたくないな。クソ、楽器を演奏する会を書くしかないのか。アスランにダンスゲーやらせたら高速でパネル踏むだけのつまんねえプレイしそうで見たい。ダンレボの達人たちの動画を見ろ。最高難度の新曲をやるために最高難度の曲をやり続けないといけないんだ。あれもはや体力勝負だ。アカデミー時代ずっと付き合ってたイザークはすごいぜ。アスランが頭おかしいスペックなのでそんなのに食らいついていけるイザークも十分頭おかしいスペックしてる。あのイザークがアスランの振る舞いを反面教師として顧みるくらいには無自覚嫌なやつだよ。マジでこれだけで笑わせられるのアスランじゃなきゃ無理だ。アスラン概念って二次創作的なやつかと思ってたら原作からこうなのか。無印の頃こんな怒りっぽくなかったと思う。間違いなくしんがらみだから。しんとアスランの関係に限っては言葉交わすよりこの方が良さげ。あいつら距離近いと殴り合うからな。だから今の順勝を間に挟んだくらいの距離感がちょうどいい。スーパーなコーディネーターしてるな。というより良くも悪くも優しい怠け者のキラとは相性が良い。この程度ならアスランの人間関係模様でまだ笑えるエピソードに分類できると思う。これを笑ってスルーできる赤服いるかな。とにもかくにもデリカシーがないんだよアスラン。夜の話だろうか。